はあると。高校1年生でサッカー部に所属している。勉強も部活も全力で楽しんで学校生活を送っているのだが、だからここはユークリッドの語助法を使うんだよ。日本語で頼む。日本語だわ。勉強は少し苦手だ。あれ、アルト君、語助法もわからないの？こいつは沢田。授業中は居眠りばかりして宿題もやってこないくせに、テストではいい点を取る、いわゆる天才だ。うるせえよ沢田、勉強の邪魔だからあっち行けよ。君より成績がいい僕が勉強を教えた方がおバカなアルト君も分かりやすいと思うけどな。なんだと？俺は宮園に教えてもらうからいいよ。ま、せいぜい頑張ってね。あんな感じで沢田はいつも自分より頭の悪いやつを見つけてはバカにして回っている。だからクラスの大抵のやつは沢田に苦手意識を持っている。お前あんなこと言われて悔しくないのかよ。あいつは人が怒るのを見て楽しむようなやつなんだよ、ほっとけ。それから高校の1年はあっという間に過ぎていった。部活に勉強、何に関しても手は抜かなかった。俺たちの学校では2年生から成績によってクラス分けがされるのだが、1年生で必死に勉強してきたおかげで俺と宮園は学年の選抜クラスに入ることができた。そのクラスにはもちろんこいつも。君たちは？よう沢田、まさかお前が俺たちと同じクラスになるなんてな。散々バカにしてきたやつらと同じクラスになるのってどんな気持ち？おい、やめとけって。ちくしょう、マジかよ。あれれ、そこにいるのは我が旧友じゃないか。きゅ、どの口が旧友なんてほざいてんだよ。君たちは何位だったの？22、41。ああ、ごめん。僕10位までしか興味ないんだった。ごめんね。必死に勉強したのに全く勉強しない僕の方が成績良くって。まあなんていうかな、センスというか才能の差っていうのかな。それ以来沢田は俺と宮園を徹底的にマークして自分の成績を嫌みったらしく自慢してきた。季節は過ぎ冬になった。俺は大事な局面を迎えていた。失礼します。俺は生徒会長に立候補した。うちの学校では生徒会長に立候補すると全生徒会長によって面接される。生徒会長に立候補した人がもう一人いるのでもう少し待ってくださいね。え、立候補したのって俺だけなんじゃ？急遽立候補した人がいるんです。遅れてすみません。構いませんよ、かけてください。はい。沢田、面接を始めます。あなた方はこの高校生活で何を頑張ってきましたか？はい、僕は部活や日々の生活を通してコミュニケーション能力を養ってきました。生徒会長になれたらこの経験を生かし。そんなもの何の意味もありません。コミュニケーション能力なんて誰にでもあるものです。僕は学生の本分である勉強を一番に考え頑張ってきました。その証拠に2年生の定期テストでは毎回1位を取ってきました。なるほど、それは優秀ですね。沢田の言っていることは全部嘘だ。こいつは勉強を頑張ったことなんて一度もない。授業も居眠りして提出物もまともに出していない。くしゃみするなら手を口に当てろ。マナーもなってない。こいつの目的は生徒会長になることなんかじゃない。俺が生徒会長になれずに悔しがるところを見るためだけにこの面接を受けてるんだ。どうして俺がこんなやつに、いくら努力しても天才には勝てないのか。遅れてすまん。青山会長遅刻ですよ。ごめんって、それでどうなった？生徒会の人たちは青山前生徒会長に敬意を話した。隣に座っているアルト君のような曖昧なものではなく、しっかりと記録を残しています。反論したかったが俺は何も言えなかった。沢田の怠惰さは確かな成績がある限り証明できない。なるほどな。授業で寝ていた回数123回、はあ、提出物を忘れた回数54回、教師に学習態度を注意された回数21回、確かに記録は残っているな。何ですかそれは。いや、うちの学校内申点の評価が厳格でさ、
悪さは全部記録されちゃうんだよね。まさかそれを調べていて面接に遅れたんですか？こんなの卑怯だ。僕は知ってるんですよ会長。あなたは元サッカー部だから同じ部活のアルトを贔屓してるんでしょ。おい後輩、確かにアルトと俺はサッカー部だ。だがな、そんなつまらん理由で俺が生徒会長を決めようとするわけがないだろう。君の本性は下級生から聞いてよく知っている。君のようなやつに生徒会長を任せる気はない。以上だ。その一言で誰も何も言えなくなった。沢田が生徒会長候補から外されたことにより面接はやり直しになった。青山先輩、さっきはありがとうございました。おかげでスカッとしました。スカッとしてるようには見えないけど、実はさっきの沢田の言ったことが気になってて。沢田の言う通り、俺には沢田のような優秀な記録もないし、俺は本当に生徒会長に立候補していいのかなって。確かにお前には優秀な成績はない。だがな、俺は部活を必死にやっているお前を見てきて、お前なら信頼できると思った。だからお前のために沢田の悪事を暴いたんだぞ。あの後面接がもう一度行われた。そして新生徒会長発表の日。それでは生徒会長を発表する。はじめまして、生徒会長になりましたアルトです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。これは私読んでいて一つの可能性を感じました。これイケメンしか生徒会長できないんじゃないですか。あの前生徒会長のね、あの青山先輩とアルト君、結構イケメンですよね。いやまあ私も昔あのとある音響監督さんから美意識がないと滑舌は治らないって聞いたことがあるんですよね。やっぱりなんかこう関係ないことでも実はこう関連づいているみたいなことがあると思うんですよ。なのでね、きっと生徒会長っていうまあみんなを引っ張っていくリーダーだったら、まあそれ相応のねこう真面目さというかストイックさというか、あとまあカリスマ性とか何かその表ににじみ出るものも必要なのかなっていうふうに思いました。皆様もこの動画の感想などコメント欄によろしくお願いいたします。本日はゆうきがお送りいたしました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。トプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。